はい、こんにちは、116インズです。今回は名選手、迷うと確保の名選手ですが、こちらを紹介したいなと思います。 MLB といえば野球界の最高峰、レベルの面では世界一のリーグなわけですけれども、当然ながら世界で一番野球の上手い人たちの集まりなわけで、まあ、そこにたどり着くだけでもとてつもない偉業なんですよね。ただ中には MLB にたどり着くだけの野球の実力があり、そして活躍するだけの力がありながらも、どうしてもやや残念な部分が抜けきらず、すごいのはすごいんだけど…となってしまう迷う選手たち、名選手たちもいます。そしてそういった名選手はなぜかマリナーズに多く在籍していましたので、今回の動画では名選手のマリナーズ時代をピックアップしたいなと思います。さて今回取り上げるのは2000年代にマリナーズでプレーしたリッチー・セクソン。セクソンについてはイチロー選手がマリナーズで活躍していた時代にマリナーズでプレーしていましたので、記憶に残っている方も多いのかなと思います。セクソンは1974年12月29日生まれのオレゴン州出身の選手で、1993年のドラフト24巡目指名でクリーブランドインディアンスより指名を受けましてプロ入りを果たしました。まず彼に関して特筆すべき点として最初に上がってくるのが、身長が6フィート7インチ、なんと2メートルを超えているという点なんですね。これは MLB でプレーした全ての野手の中でもトップクラスの高身長でして、ヤンキースで現在活躍しているアーロン・ジャッジの身長が6フィート7インチと登録上セクソンと同じなわけですから、まあ皆さんも MLB の中継見ていればわかるかと思いますけれども、ジャッジは中継で見ていてもでかいという感想を抱くような選手ですが、このセクソンもいかに高身長だったかがここからもよくわかるかなと思います。そしてセクソンはこの2メートルを超える巨体から生み出される規格外のパワーでホームランを量産しまして、1999年にインディアンスで31ホーマーを放ちブレイクを果たすと、そこから毎年のようにシーズン30ホーマーを達成し、特に2001年それから2003年はそれぞれ45ホーマーを記録するなど、 MLB 屈指のパワーヒッターの一人として存在感を発揮し、2002年と2003年にはオールスターにも選出されました。ただダイヤモンドバックスに移籍した2004年は怪我の影響で23試合の出場にとどまり、この間でも9本のホームランを打ったあたりはさすがですが、チームの期待に応えられないまま FA となってしまいました。さてところ変わって、2004年のシアトルのマリナーズさんはチームとして転換期を迎えていました。3年前の2001年にシーズン116勝を挙げた当時の主力メンバーが、まあ、それなりに残ってはいたんですけれども、ベテラン選手たちの衰えが隠せず、セカンドのブレッド・ブーンは148試合で OPS7 割4分、 DH のエドガー・マルチネスも141試合で OPS7 割2分7厘でこの年限りで引退、そしてファーストのジョン・オルルドも OPS7 割1分4厘でシーズン途中にチームからリリースされるなど、低調なパフォーマンスでチームも得点数はリーグ最下位、かろうじて100敗は免れましたが63勝99敗で西地区最下位に終わっていました。チームの立て直しに向けて、まずは打線のテコ入れは必須という状況でしたね。そしてマリナーズはオフの FA 市場で大きく動きまして、セクソンと4年総額5000万ドル、そしてこの前年に48ホーマーを放ち NL ホームラン王に輝いていたエイドリアン・ベルトレとは5年総額6400万ドルの大型契約を相次いで結びまして、一気に打線の強化を図りました。この時のマリナーズの GM は、まあ皆さんの想像に難くないと思いますが、まあこの人なわけなんですけれども、シアトルという FA 選手に人気の出にくい土地でありながら、これだけ派手に動くことができた点は、これについては褒めても良いのかもしれません。ただこのオフに獲得したセクソンにしてもベルトレにしても右の長距離砲なわけですけれども、マリナーズの本拠地セーフコフィールドは右打者に不利な構造となっていまして、セクソンたちを獲得した当時はレフトポールギアが341フィート約104メートル、左中間が390フィート約119メートル、そしてセンターバックスクリーンまでが405フィート約123メートルと、レフトから左中間方向の膨らみが特に大きく、これが原因で多くの右打者がセーフコフィールドで苦しむこととなりました。さすがにあまりにチームが得点力不足に悩まされたため、2012年のオフに球場改修を行ってフェンスを動かし、レフト方向が多少は狭くはなったんですけれども、この当時はそんな改修は当然行っていないわけですから、右の長距離砲である2人が果たして移籍前と同じような水準でプレーできるか少々不安なところがありました。実際蓋を開けてみれば、2004年に48ホーマーを放ったベルトレはマリナーズでは20本を打つのがやっとの状態で、長距離砲という点においては期待外れに終わってしまいました。ただセクソンに関してはそんな右打者地獄のセーフコフィールドを全く苦にしませんでした。移籍1年目の2005年はチームの期待通りホームランを量産しまして、
特に後半戦は74試合で21本のホームランを放つ活躍で、打線の中軸としてしっかり機能。大体マリナーズでプレーするパワーヒッターはホームでの成績が悪くなりがちですが、セクソンはホームで21ホーマー、 OPS9 割6厘と結果を残していますし、1年目の活躍は文句なしだったかなと思います。一応リーグワーストの167三振を喫し、ホームランか三振かという分かりやすいバッティングスタイルではあったんですけれども、結局シーズンではホームラン39本、ウィンズアボブリプレイスメント 3.9 を記録しまして、39本というホームラン数はセーフコフィールドが開場して以降では右打者としては最多でして、後にネルソン・クルーズが2015年に44ホーマーを放ち、セクソンの記録を抜くまでこの記録は守られました。クルーズは球場改修後にマリナーズでプレーしていますので、本当の意味で右打者地獄だった時代でこれだけのホームラン数を記録したのは今でも称賛されるべきかなと思います。そう、セクソンに関してはよく誤解されるんですけれども、1年目のセクソンは普通に活躍していたんですよね。そしてセクソンはマリナーズ2年目も元気にホームランを量産しまして、この年も34本と2年連続で30本以上を記録。これだけ聞けばこの年もすごく活躍したのかなと思ってしまいそうですが、実は前半戦のセクソンはなかなか調子が上がらず、 OPS も7割6厘と低調なパフォーマンスで、後半戦の70試合で18本、 OPS10 割1分2厘と打ちまくったので、どうにかシーズントータルで成績を戻しましたが、このあたりからセクソンのマリナーズ時代の雲行きがやや怪しくなってしまいます。この年のセクソンに関しては弱小チームの後半戦に打ちまくるという、チームのペナントレースにほとんど影響を与えないタイミングで活躍したのもあってか、帳尻合わせなんて批判もあったような記憶がありますね。そして迎えた2007年、この年がセクソンの転落の始まりでした。この年も前年に続いて前半戦 OPS6 割8分1厘とまたも低調なスタートを切ったわけですが、前年よりもさらに打撃のムラが激しく、ポツポツとホームランを打つこともありましたが、打てない時はとにかくかすりもしないような状態でした。そんなセクソンの状態の悪さとは裏腹に、チームはこの年ホセギーエンやホセビドロなどを獲得して、逆にチーム状態は絶好調と言ってもいいぐらいの状態でして、そんな好調なチームの中でひたすら足を引っ張り続けたセクソンは残念ながら悪目立ちするようになってしまいました。特にこの年のセクソンは打率があまりに低く、シアトルの市外局番エリアコードが206なんですけれども、5月以降のセクソンのシーズン打率は1割4分3厘から2割1分3厘の間をさまよい続け、市外局番との熱いデッドヒートを繰り広げました。まあ熱いデッドヒートといったそばではあるんですけれども、セクソンの打率が市外局番を上回っていた時期は本当に稀で、大部分は市外局番選手が圧倒しているような状況だったんですけれども、まあそれぐらい打率が低い、全くアベレージがついてこない状態でしたので、日本でもこのセクソンの打率に関しては市外局番と比較されていたかなと記憶しています。ちなみに2007年シーズンのセクソンのシーズン打率は最終的に2割5厘となりまして、シーズントータルではシアトル市外局番選手がリッチーセクソン選手に勝利するという結果になりました。この年のセクソンはホームランも21本とマリナーズに来てから初めてシーズン30本を割ってしまい、 OPS もわずかに6割9分4厘。マリナーズは最終的にシーズン88勝を挙げましたが、プレーオフ進出を逃してしまい、その中にあってセクソンは121試合の出場でウィンズアボブリプレイスメントマイナス 1.1 とリプレイスメントレベルを下回るありさまでチームの重荷になってしまいました。特に後半戦はあまりに足を引っ張る彼の姿にマリナーズファンもさすがに怒りまして、セクソンに対してブーイングをする場面も残念だからよく見られましたね。そしてマリナーズとの4年契約最終年となった2008年もセクソンは調子を取り戻せないどころか、キャリアでも最低クラスだった2007年をさらに下回りそうな勢いのバッティングで、4月こそは OPS7 割台でしたが、5月は OPS5 割8分7厘と、もはや長距離砲だったかつての面影はなく、またチームもこの年はとにかく弱かったこともあり、チームからリリースされるのも時間の問題だろうと考えられていました。それだけならまあまだ良かったのかもしれませんが、セクソンは打てないばかりか、グラウンドで問題も起こしてしまいまして、それが5月8日のレンジャーズ戦なんですけれども、この試合の4回の裏に、相手の先発投手のケイソン・ギャバードが投じた真ん中高めの速球になぜか激怒しましてマウンドに突進。今その様子をご覧いただいているところではありますけれども、全く理解不能な乱闘騒ぎを起こしてしまい、 MLB から6試合の出場停止処分を言い渡されました。この突然の激怒は本当に理解に苦しむ一件で、見ていただければわかるかと思いますけれども、別に危険球でも何でもないですし、この当時の実況もちょっと引き気味だったのが印象的です。まあそれだけセクソンも精神的に追い込まれていたのかなとも思いましたね。自慢のバッティングでは全く成果を残せず、またこのような不可解な乱闘騒ぎも起こし、たまに試合に出ればシアトルのファンからブーイング、
チームの主砲として頼りにされたリッチー・セクソンという選手は残念ながらいなくなってしまいました。結局セクソンは最後まで調子が上がらず、74試合で OPS6 割9分6厘という成績でチームは7月にリリースを決断。その後ヤンキースと契約を結び、移籍後初打席でいきなりタイムリーを放つというハイライトもありましたが、結局1ヶ月で再びリリースとなってしまい、これ以降は MLB の舞台に戻ることはなく、このまま現役引退となりました。ということで今回はセクソンの名選手ぶりをご紹介してきましたが、マリナーズでの3年半のうち初めの2年間はまだ活躍したとも言えるかと思いますけれども、最後の約1年半でチームの足を引っ張ってしまったあたりが実にマリナーズらしいと言いますか、良くも悪くも記憶に残る選手だったかなと思います。今なお続くマリナーズの暗黒時代を代表する選手の一人ですし、個人的には豪快なスイングからホームランと三振を量産するプレイスタイルはある意味潔いかななんて風にも思ったりもします。現在は高校のコーチとして後進の育成に励んでいるようですが、彼が育てた選手の中から今後セクソン2世のような選手が出てきたら面白いですよね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。